バンバン行くぞバンバン行きましょうです <laughs> はい憲法制定議会を解散し制限選挙によって成立した議会立法議会はい立法議会またねなんか名前また出たね,ね次ラ・ファイエットが指導する立憲王政派フイアン派はいフイアン派、うん、じゃあフランス革命における穏健共和派穏健共和派ねジロンド派はいジロンド派、うん、じゃあフランス革命における急進共和派 三角派。はい、三角派。じゃあ、ギャン派がいたのは、議場その、場所で言ったらどっち右。はい、右。じゃあ、三角派がいたのは、どっち左。ですよね。次。フランス革命の議会で生まれた概念。右翼、左翼。すげえな、これ。ポジションなんで、じゃあ、そうですね。右、左だからね。次革命後期まで、ジャコバン修道院に残った連中。ジャコバン派。はい、ジャコバン派。ジャコバン派の別名。三角派。はい、三角派と。 若い時、ルソーに会い、熱烈な共和主義者になった弁護士出身の産学科最高指導者。ロベスピエール。はい、ロベスピエール。うん、じゃロベスピエールとニュートンの共通性。終身童貞そうなんだよね。これはもう。じゃあ次行くよ。はい。立法議会において不法、あの、プロイセン、オーストラリア。うん、不法に対し、積極的革命防衛戦争を始めた内閣。ジロンド派。はい、ジロンド派。 じゃあ、祖国と革命防衛のため志願した兵士。義勇兵はい、義勇兵。で、義勇兵などから構成される国民国家の軍隊。国民軍。国民軍。これでね、国民軍。これ、ここからでしょでヒトラーとかが出てくるわけああ<ー>。愛国的革命家で、かっていの歌です。はい,はいはい。で、第三共和世紀にフランスの国家となった曲。あ今の国家ってことはい、そうですね。ラ・マルセイエーズ。はい、ラ・マルセイエーズ。次。 マリー・アントワネットの軍事機密漏洩が発覚により起きた事件。8月10日事件。8月10日事件。マリー・アントワネットお前何やっちゃってんだお前は。<laughs> 金使いババハおい。<laughs> 次。フランス国王夫妻が逮捕された事件。8月10日事件。はい。8月10日事件。はい。8月10日事件で襲撃された王宮。テゥイルリー宮殿。はい。テゥイルリー宮殿。言いにくすぎんだよお前 <laughs> 次。8月10日事件により91年。 立法王政憲法は無効化したため、閉鎖に至った議会。立法議会。はい、立法議会。じゃ、うん、立法議会に代わり成立した議会。国民公会。国民公会。たまた出ましたね。立法議会、国民公会。<laughs> 次。フランス革命防衛軍が、オーストリア・プロイセン連合軍に初めて勝利した戦い。バルミーの戦い。はい、バルミーの戦い。じゃあ、バルミーの戦いに参加したドイツの文豪。ゲーテ。はい、ゲーテ。 で、ゲーテの代表作はとファウスト。ファウスト。次は問題はい。ここから、そしてこの日から、世界史の新しい時代が始まると言ったのはゲーテ。はい、ゲーテ。ロジャーかよ、お前 <laughs> ロジャーじゃないよ。ロジャーって言いかけたよ。